ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級に団体統一王者、井上尚弥、大橋、は、12月26日に東京、有明アリーナで WBA&IBF 世界同級に団体統一王者、マーロン・タパレス、フィリピン、と4団体統一戦を予定している。約1ヶ月後の決戦に向けて練習に励む井上に、 スパーリングパートナーの二人から水なプレゼントが贈られたようだ。井上がメキシコの伝統衣装に身を包んだ。スパーリングパートナーのホセサラス・レイジェスとクリスチャン・クルスから贈られたもののようで、頭にはソンブレロという大きな帽子をかぶった。体を覆っている黒いポンチョの胸元には、メキシコ、の文字。ファイティングポーズを取る二人に挟まれて嬉しそうな表情だ。 写真を投稿したのは大橋ジムの大橋秀幸会長。素晴らしいスパーリングパートナーからお土産です。とインスタグラムで説明した。ファンからは、メキシカンも素敵ですね、めっちゃ可愛い直哉の着せられてる感が何とも言えないかわいい、何着てもかっこいいですね。などと見慣れない井上の姿に注目したコメントのほか、パートナーデカすぎ、直哉くんが小さく見える。 パートナーでかいライト級くらいありそうです、などとコメントが集まっていた。大橋会長の別の投稿によると、向かって右にいた21歳のホセ・サラス・レイジェスはスーパーバンタム級で、14勝、10KO、無敗の実力者。左でたくましい力こぶを見せていた26歳クリスチャン・クルスは1階級上のフェザー級で、21勝、1 1 KO、6敗1分けだという。